アクアパッツァア,アクアパッツァ、ペシェアルダックアパッツァは、魚介類をトマトとオリーブオイルなどと共に煮込んだナポリ料理である。ブイヨンなどを用いず、水とトマトだけ、あるいは白ワインを加えて煮込んだ魚のスープである。最も古典的なアクアパッツァにはトマトが入らない。一方で、海水、少量の白ワイン、オリーブオイル、ニンニク、イタリアンパセリは必ず使われる。魚はタイ。 続き、タラ、カサゴ、メバル、メダマヒメジなどの白身魚やサバのような青魚が、貝類は、アサリやムール貝などがよく用いられる。骨から良い出汁が出るので、切り身よりもお頭のついた小型の魚が好まれる。さらに、好みによりイカやタコなどを加えることもある。パンやパスタと共に供される。選んだ素材により、リストランテなどでは、カレーとアサリのアクアパッツァといった表記で、 メニューに登場する。アクアパッツァとは、昔トスカーナ地方の小作人がワインを寄生地主に、収めた後に残ったブドウの茎、種、実の絞りかすを水と混ぜて、火にかけ、テラコッタの壺に密閉して数日発酵させて作った、粗悪なワインのことである。少量の白ワインと海水で煮る調理法から来た、名称とも、トマトで色づいた煮汁が水で薄まった赤ワインを、 連想させるからとも言われる。イタリア語の直訳では、奇妙な水あるいは、くるっと水の胃。魚を下処理する。鍋にオリーブオイル、ニンニク、イタリアンパセリ、赤、または青唐辛子を入れ、火にかけて香りを出す。そこに下処理をした魚を入れ、両面とも皮を焼く。水および、同量の白ワイン、ドライトマトを加えて煮込むを加える場合もある。 カンパニア州では生のミニトマトが好まれる。7割型魚に火が通ったら、好みで貝類、ケッパー、種抜きしたオリーブを加えて煮込む。貝が口を開いたらオリーブオイルを回しかけ、イタリアンパセリのみじん切りを散らして完成。トマトと水を手順にで加えてもよく、その場合魚は焼かずに初めから煮て火を通す。 唐辛子の代わりに唐辛子オイルを使っても良い。ありがとうございます。